どうもおはようございます7月も14日ですね。もう半分ぐらい来ましたね。早いな。僕は今ですね、東広島駅にいます。こっから広島まで残り20キロぐらいですね。もう広島のその五市かなに行って、そっから海岸沿いで広島の方に上がりたいと思います。現在ですね、7月の14日18時になってます。昨日はですね、結局、深夜朝方4時ぐらいですかねに東広島で寝まして、起きたらですね、昼の2時です。3分です。呉市の方には入りました。これからですね、呉市のあのその中心部、レンガ通りとかあるところがあるんですけど、レンガ通りがあるところにはマクドナルドもあるんですよね。そちらの方に行きたいと思います。昨日の大雨とですね、あの上り坂2号線のですね、でも汗だか雨だかわからない状態で一夜を過ごしてですね、今さっきその汗と雨を洗い流しにお風呂に行ってきました。すっきりしたな。さあ、このトンネルをですね越えまして、これ間違えたな。申し訳ない。こっちですね。
しっかり作られてんな。優しいな、わざわざ通り道にこんな。ここで寝ようと思ったら寝れますね。昨日寝たところもこんなトンネルみたいなところで寝て、風通しも良くてですね、昨日は久しぶりに涼しい中寝れましたね。さあ呉市のですね、ここはレンガ通りにやってきました。ああ僕がイメージしてたレンガ通りのレンガじゃないですね。なんか横浜のレンガ倉庫や小樽の赤レンガ倉庫を想像してたんですけど、さあ22時45分となりました。本日はですね、現在呉市の方にいるんですが、秋とあの安心の安に芸人の芸で秋っていうんですけどの方に向かってですね、まあ広島に近づこうかなと。まあ広島県ではあるんですけど、まだ広島市には入っていないと。意外に広島広いんですね。早くしないとね、台風がね来るんではないかと。ちなみにこれ今走ってるところがですね、左側が海岸で、まあ、右側が山になります。はい、おはようございます。現在ですね、7月の15日、10時27分です。今日絶対昼まで寝ると思ったんだよな。寝なかったな。さあ、もうしばらくですね、ここを直進するとですね、広島駅が出てきます。びっくりするぐらい暑いっすね。僕はなんか四国出たら涼しいなと絶対そういうなんかイメージを持っていたんですが、心配ですねこれは。湿気がない分風が吹いたらすごい涼しいんですけど、とにかく日差しが強い。はい、ということで広島駅の方に到着です。
16時43分です、目の前に見えるのがですね、原爆ドームになります。原爆ドームにやってきました。19時15分となりました。これからですね、僕は岩国市の方へ向かっていきたいと思います。さあこんばんはですね、こんばんはっていうかもう朝になるんですけど、ちょっと奥行ったら宮島がそろそろ来る頃だと思うんですけど、まあ、その近くにいますね。今すっかりですね、体は深夜夜行性になってるんで、夜が一番走りやすいですね。涼しいですし、台風が近づいてきてるんで風が強いんですよ今。だからとっても走りやすいですね。夜の方が車とかも少ないですし、汗かかないしいいんですよね。さあ朝のですね、4時53分ですね。もう日の出がやってきましたね。宮島の今はですね、この駅の周辺にいます。ライトアップもされると思うんですけど、それで行くのかどうするのかちょっとね悩みますね。僕もっと近くで見れると思ったらですね、結構奥なんですねこれ。あっちほんと宮島に行かないといけないんだな。これからですね、このフェリーに乗ってこのお迎えの宮島へ行きたいと思います。さっさっさ行きますよ。眠いです。四国を思い出すな。ね、このフェリーに乗って気づいたら、しまなみ海道に行ってる。こんな気がしますね。ということで、やっていきたいと思います。厳島または宮島に到着しました。いやね、いつ乗ってもフェリーは楽しいですよね。短かろうが早かろうが。
ぼーっとね景色を見てるだけでもすごい楽しいっすよ。おお、鹿いる鹿。鹿ですよ。わあ、動物園の匂いする。鹿か。宮浜温泉という場所にやってきました。ここでですね、まあ軽い睡眠をとって今から向かうはですね、大竹市かなになります。で、明日からですね、今はもうそうなんですけど非常に強い風が、これこっちじゃないね、非常に強いんですよ、風がとにかく。それでこれから大竹市のマクドナルドに避難しに行きます。18時ちょうどとなりました。現在はですね、大竹市を入りまして岩国市に向かってるところですね。残り8キロぐらいですかね。風が強い。明日台風来るからな。とりあえずコンビニでトイレットペーパー買って体に巻いて、風を待ってればきっとそれで OK だよね。